役者は揃いましたかね。あ、カーネイジ。カーネイジ大使まで。ロー捜査官。ロー氏曰く。コロー、小老いつくんぞ、大老の糞同士なんや。まあ、なんかよくわからんけど、怒ってるみたいだな。カリカリしてるみたいだな。だんだん難しくなっていくな。どういう意味だろうか。あんたには俺の怒りを知ることはできないってことだ。まあ、だってもうなんか、サングラスみたいなのしてるしさ、なんか目が見えないしさ、わかんないよ。なんで怒ってるんですか？ケンジさん、ババルインクで作られた2冊、ありゃ西方民国の紙幣だ。そうだったっけ？西方民国で出回ってる偽札だったんだっけ、あれって。そうだね。そら怒ってるよね。そらそうだよ。だから、偽札なんて出回ったら、もう経済なんか成り行かなくなってくるからな。カルマケンジから話は聞いている。偽札の行方については結局わからないままだったわ。彼女たちは偽札が燃やされたことを知らないようだな。おー、その話言ったら、すごい食いつきそうだけど。あれが出回ったことで、西方民国の経済は大打撃を受け、国はすっかり荒れ果てちまった。本物と偽物の見分けがつかなくなっちまったのさ。そうか、そんなに精巧に作られていたものだったんだね。金だけじゃない、人の心もだ。俺は老家の威信をかけて、黒幕を捕まえるつもりでここに来た。ああ、でもね、マニー・コーチンさんが殺され、事件はうやむやになったというか、まあ、偽札作りのルートを調べ、ババルインクの密輸を調べ、密輸組織を追った。だが、それも今夜で終わる。血眼になって追い続けた敵が殺されたっての、その理由もわからねえままな。だからそれをさ、明らかにしようっていう話なんですよ、こっちは。ロー捜査官、私は、おごるなよ。あんたのせいじゃねえ。誰のせいでもねえさ、ケンジさん。カーネイジ大使、ご迷惑をおかけした。まあさ、まあなんだ、とりあえずちょっと、ちょっと話をさせてもらえないかなっていう。いや、こちらこそ申し訳ない。すべて私の力不足ゆえだ。もっと私にいい方法を思いつく頭があれば、こいつめ、この空っぽな頭、本当に死んじゃうからやめて、ご老体。ご老体を、はい、押してくれ。俺が責任取りゃ、それで済む話なのさ。いやいやいや、それで終わっていいのかい、ロー君よと。椎名行くぞ。ネグラに帰るぜ。椎名さん置いてってください。椎名さんにちょっとね、話があるので、納得いかないけれど。私たちも帰るしかないよ。ちょっと待って、メイちゃん、その無知を、そのままにしてっていいのか？この狼男と一緒。待った、意義ありっす。おほほ。まさかの糸のこぎりさん。糸のこぎり刑事。筆跡鑑定の結果は出たのだろうか。あのメモ、マニーの筆跡で間違いないっす。っていうことは、マニーさんが、仮面マスクで2世に対してアルバスト像を盗むことを指示したのは間違いないということですね。やはりそうか。ご苦労だったな、刑事。そういうことになるな。まあだから、ってことは繋がりが見えてくるんじゃないですか？ババルの事件とアルバストの事件が何かしらの繋がりが見えてくるんじゃないでしょうかと。おいおい、ケンジさん、俺たちはいつまで待てばいいんだ。いやいやいや、役者は揃いましたよ、本当に。役者が揃ったよ。これで役者が揃ったようだな。俺と三剣さんのシンクロ率も高まりつつあり、椎名捜査官、あなたにお聞きしたいことがある。何？マニー殺害現場の隣の部屋にいながら、なぜヤタガラスの姿を見ていないのだろうか。そうですね。回転扉の話をしたら、あなたが疑わしいことは間違いないんだが、その理由をお聞きしたい。ああ、おい、ケンジさん。椎名が見ていないことに何の問題があるってんだ。あなたさっきメガネ外してませんでした。なぜまたかけているんでしょうか。不思議です。ロー捜査官、ババラの捜査を行っていたわけではない。ババルの、そうか、操作してないから、その話をしていけば、ローさんも、まあ、納得はするか、まあ、どうかわかんないけど、まずは彼を納得させる説明が必要のようだな。三剣です。何を考えているの？いや、メイちゃん。いや、メイ様。今日は上司でしたね。この部下のね、無礼をお許しいただきたいという。私が考えていることは一つ、真実を明らかにすることだ。何か考えがあるよね。なら、上司として見届けてあげるわ。いや、もうメイちゃん、なんか、
あれだね、あの三鶴木さん本当に信じてるね、信頼してるというかさ、今日一日はずっと部下扱いのままだろうだろうか、それはね消えないでしょうね。あんた勝手な不足で部下に権威をかけようってのか。いやいやいや、この三鶴木さんが勝手な憶測で話するわけないじゃないですか。このロジックの塊のような男が。勝手な憶測ではない、それを証明してみせよう。向こうもシンクロ率が高まってるな。はやっぱりあんたとはとことんまでやり合う宿命にあるみてえだな。そのようだな、決着をつけようではないか、君ら。部下の濡れ衣は俺が晴らす、かかってこい三鶴源氏、復走させていただこう。ラストバトルかな、これが。まずはババラに現れたヤタガラスのことを話さねばな。三雲くんが見た人物が誰だったのかをな。いや、まだ正直いろいろよくわかってないんだけど、とりあえず椎名さんが疑わしいことは間違いない。老捜査官、三雲くんの証言について報告を受けているだろうか。三雲くんの証言ってなんだっけ。お嬢ちゃんが見たっていう、怪しいコートの人物のことか。あ、そう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 、その話ね。そうだ、その人物こそが今回の事件の鍵を握っている。もう三雲ちゃんがまあまあまあ犯人じゃない、容疑者ではないというのは一応外れてはいるでしょ。その話はさ、まあ落ち着いたわけだから、じゃあ次は三雲ちゃんが見た怪しい人物は一体誰だったのか、その話からか。ヤタガラスのふりをしていた人物なのだ。ヤタガラスのふりだと、どういうことだ。ヤタガラスのふり、そうだね、なぜヤタガラスのふりをしていたのか、そこも含めて疑わしい。まず三雲くんが見た人物の行動を思い出していただこう。三雲くん、君が追いかけた人物の行動を説明してくれるかな。はい、了解です。私はババラの野外ステージで怪しいコートの人を見かけたんです。その人は私が声をかけると突然走り出して、ますます怪しいと思ってすぐに後を追いかけました。その怪しいコートの人物を仮にヤタガラスとしよう。誘い込まれたな、三雲ちゃんは。ヤタガラスを追いかけて3階まで来た時のことも聞かせてほしい。わかりました。3階まで来たらマニーさんの執務室に入ったんだよね。私はババル大使館の3階までヤタガラスを追いかけてきました。それまで廊下をまっすぐ逃げていたヤタガラスが急に向きを変え、曲がり角を曲がって逃げたので私も必死で追いかけました。その後ヤタガラスがマニーさんの執務室に逃げ込んだんです。私もすぐに後を追って部屋に入ったけど、部屋に入ると真っ暗で何も見えなかったの。その時足元に当たった何かを拾って電気をつけたら、ひゃーって感じで、まあ事件がね始まったわけなんだけど、そこで何をしている椎名さんがすぐ、すごい早技だったんだな椎名さん。椎名さん真っ暗なのによく行けたな、あの暖炉まで。部屋の電気をつけた時にはもういなくなっていました。三雲くんが部屋に入った時、部屋には誰もいなくなっていた。老捜査官、これは何を意味していると思うだろうか。だから犯人はどこに消えたのかなっていう話だよね。イリュージョンかな。ああ、そんなの簡単だろうが。お嬢ちゃんと入れ替わりに暗闇に紛れてどうかね。そんなの無理じゃないですか。そんな、あ、第一さ、すぐに椎名さんが来たから無理っていう話になるよね、多分。残念だが、その人物がドアから外に逃げたとは考えられない。しかも糸の子さんも近くにいたし。なんだと、なんでドアから逃げなかったと言い切れるんだ。不簡単なことだ。ドアから逃げたのであれば、この人物と出会っているはさ、すぐに来たもんね。声までもうかかってたもんね。椎名だと？そうですよ、椎名さんなんですよ。なぜかね、このタイミング、この速さでここに駆けつけることができたんですよね。なぜか椎名さんは。そう、もしも、ドアから外に逃げたのであれば、三雲くんの悲鳴を聞いて、隣の部屋から駆けつけてきた。椎名捜査官と鉢合わせてしまう。ぐ。椎名捜査官、あなたは怪しい人物の姿を見たのだろうか。これなんて言うんでしょうね、椎名さん。見ていない。やはりドア、椎名が部屋から出る前にドアから逃げたのかもしれねえ。ああ。
それもないだろう。廊下にはもう一人刑事がいたのだ。あ、そうそう、糸の子さんがいたからさ。糸の子切り刑事、君はその時どこにいたのだろうか。自分っすか。自分は三雲ちゃんの悲鳴を聞いて、すごい、もう反対方向から死んだ捜査官と逆の位置から颯爽と駆けつけたっす。奇跡の男、糸の子切り刑事がね、そこにいたわけなんでね。椎名捜査官と刑事に挟まれては姿を見られずに逃げられはしない。どうかなこれは。つまりドアはヤタガラスの逃走経路ではないということだ。ぐっ、おお、出たそのポーズ。やったね三鶴木さん、説明だけで、やっつけちゃったよ。いやー、どうかな。まあ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 、それで納得してくれればいいんだけど。うん、逃走経路の可能性、その一つを否定することができた。まあ、まだ回転扉の話はしないのかな、ダンロン。だがまだ終わりではない。彼もすぐに気づくだろう。ヤタガラスの逃走経路、そのもう一つの可能性にな。はっはっは、そうか、そういうことかよ。おい、ケンジさん、あんた、こう言いてんじゃねえのか。ドアから逃げるのが不可能なら、どこから逃げたんだってな。おー、さすが、理解が早い。この狼は理解が早いですね。その通りだ。三鶴木健治、自分が、証明した暖炉の回転扉の出番っすね。どうなんだろう、もうそんな早く行っちゃうのかな。いや、そのことを話すのはまだ早い。なんで行っちゃえばいいのに。いやいや、こういうのはね、貯めておかないと。ババロの回転扉は我々以外に知られていない証拠品だ。使いどころを間違えれば、真実が遠ざかってしまうだろう。もう本当にそれしかないってなった時に、言えばね、まあまあまあ、有効かもしれないからさ。とりあえずは、何をごちゃごちゃ話してやがる。考えが読まれて焦ってんのか。いや、だからそれ、ローさんの意見を聞きたいんで、それからなんで、こっちの反撃は。そんなことはない。さあ、続けてくれたまえ。その何もかも見透かしたような態度、気に食わねえな。け、まあいい。あなたの狙いは分かってんだ。ドア以外の逃走経路、それはこの部屋にある窓しかねえ。あ、窓ね。窓っつったってさ、そしてその逃走経路を示す不可思議な心霊写真。あれ知ってんのか、あの、バドー刑事からもらったあの写真ね。これ確か夏美さんが撮ったんだよね。これか。でもこれさ、これは、ババラの4階と5階が燃えた1回目の火事の後に撮影されたもんでしょ。だから、その時とは無関係なんじゃないんでしょうか。この写真がヤタガラスが逃げた証拠だと言いてんじゃねえのか。彼もバード刑事からこの写真の報告を受けていたから。確かに私も初めは逃走経路は、窓かもしれないと考えてはいた。だが、それはありえない。ひょっとしたらあんたは知らないのかもしれねえが。人は空を飛べねえぜ。知ってます。もちろん知っている。それに私はその写真を逃走経路だとは思っていない。へえ。この写真には三雲くんが追ったヤタガラスの姿は写っていない。靴先だけじゃ何とでも言えるぜ。分かってんだろ？俺を納得させたいなら、証拠で語ってもらおうか。まあ、これがね、本当にね、本物、空を飛んで逃げたヤタガラスの写真だとしても、これはその時、三雲ちゃんが見たヤタガラスじゃないでしょ。時系列が違うから。いいだろう。この写真が三雲くんの見た人物の姿ではないという証拠とは、あれ、なんて言えばいいんでしょうね。だから、ババルの火災は2回起こっている。1回目の後に、2回目は忍者なんじゃしょう。だよね。だから、なんて言えばいいんだろう。これなんて言えばいいやつだ。だから、1回目、この写真のやつはさ、これでいいかね。1回目の火事の後に撮影された写真だっていう、ことで、はい。その写真自体が三雲くんが見たヤタガラスではないと証明している。彼女が見たヤタガラスが 3階に向かったのは2回目の火事の後だ。だがこの写真が撮影された時間は1回目の火事の後なのだ。ちょっと待って、もう舌が回んない。ちょっとグホー。1回目の火事の後なのだ。
やったね、三剣さん。2回も吠えさせちゃったよ。そうだね。吠えさせることができたが、俺の舌も回らなくなってしまった。待ちな、まだ納得できねえな。この写真に写ったのは、なんだ。まあ、ヤタガラスなんじゃないんですか？まあ、知らないですけどね。そして、ヤタガラスの逃走経路、あんたは答えることができないのか？ああ、できます。はい。できますよ。その写真のことは私たちもまだ分かっていない。そうですね。ヤタガラスかどうか。それもよく分かっていません。やっぱりな。だから、ヤタガラスの逃走経路なら答えることができる。ここが出しどころってことなのかな？なら、教えてもらおうじゃねえか。こう言ってはなんだが、ラッチが開かない。あなたはアレバストを操作していたのだろう。ならば、ババル側で起こった事件については、捜査を担当していたシーナ捜査官に聞くのが一番だと思うのだが、おー、そうだね。そうか。シーナさんに聞くのが一番か。シーナは俺の部下だ。俺が守ってやるねんで。上司なんて言えるかよ。ルオ、構わない。私が相手をしよう。シーナさんの思惑は一体どこにあるのかわからないが、シーナさんがついに前に出てきましたね。あなたは上司として十分私を守ろうとした。今度は私が期待に応える番だ。わかった。お前がいいなら構わない。やっと彼女にたどり着いたか。これからが本当の戦いだな。まあ、彼女が本当のことを言うとは思えないからな。そこをどう、あれしていくか。それで私に聞きたいこととは？そうだな。まずはババル大使館でのあなたの行動を教えてもらおう。ついに来たな、シーナさん。ババルの1回目の火事では消火活動を手伝っていた。まあ、それはいいさ。2回目の火事ではババルに現れたヤタガラスを探していたな。その時、隣の部屋で叫び声が聞こえ、駆けつけただけのこと。隣の部屋にいた私に、ヤタガラスの姿を見ることができない。あ、もう一気にここ突きつけちゃっていいんじゃないか。その少女の言うヤタガラスが本当にいたのか怪しいものだ。私に言えることは以上だ。ちょっと一発で決めてみたい。怪しい人がマニーさんの執務室に入るのを見たのは嘘じゃない。さっきも言ったけど、私、自分の言葉を取り消すつもりはない。自分の言葉は曲げねえ。それが、三雲ちゃんの忍道だからな。そう。あなたは誰かと一緒に捜査を行っていたのだろうか。いや、私は単独で行動していた。ならば、あなたのアリバイを証言する人物もいないということだ。隣の部屋に一人でいたってだけで疑うとはひでえ話だぜ。いや、結構あなたそういうことするんじゃないか？あなた、可能性があれば、しょっぴくんじゃなかったかな？シーナ捜査官は三雲くん同じように疑ったが。ちなみに、ヤハリに関しては狂気の持ち主だという理由で疑われたが。まあ、ヤハリはいいんじゃないか。ぐぅ。返す言葉もねえ。あの、ろくでもない男は自業自得だと思うけれどね。まあ、間違いは正さなくてはならないけれど。それについては言い訳するつもりはね。なら犯人として疑ったこと、三雲ちゃんに謝るっすよ。すまなかった。シーナは謝っとけ。ああ。男らしいですね。ごめんなさい。そのメガネ取れよ。まず、グラサンをよ。もういいですよ。疑いは晴れたわけだし。ね、三剣さん。まあ、三雲ちゃんがいいって言うなら、まあ、そうですね。そう、殿様饅頭2個ぐらいで許してやってもいいけど、最初から、三雲くんが犯人ではないと信じていたからな、私はな。俺もあんたと同じさ、シーナを信用している。では彼女が信頼に足るべき人間かどうか証明してみせよう。ふふ、退屈せずに済みそうだ。この、漂うね、うん、ラスボス臭がすごいんですけど。ババルの1回目の火事では、消火活動を手伝っていた。ああ、なるほど。二回目の火事ではババルに現れてヤタガラスを探していたな。その時隣の部屋で叫び声が聞こえ、駆けつけただけのこと。隣の部屋にいた私に、ヤタガラスの姿を見ることはできない。ちょっとやっぱもうさ、なんとなくなんですけど、このシーナさんはね、一発で攻略したいっていう、そういう欲があるんですよね。なんか一気に叩き伏せたいというか。まあ、三雲ちゃんをね、いろいろ言われたっていうのもあるし。だからですね。
じゃあもう、やっちゃおうか。隣の部屋にいたこと、それ自体が問題なのだよ。シーナ殿。ケンジさんよ、何が問題だって言うんだ。ロー捜査官、アレバストの執務室の暖炉の秘密を覚えているだろうか。そうですよ、回転したね。ああ、暖炉が隣の部屋と繋がっていたやつのことか。それがどうしたってんだ。ああ、ちょっとあなたもね、勘が鈍っているようですね。暖炉が繋がっていたのはアレバストだけではない。な。ババルの暖炉も隣の部屋と繋がっていたのだ。このね、アレバストとババルの大使館はそれぞれ左右対称に作られていて、ヤタガラスが逃げたのはドアや窓ではない。暖炉の回転扉を使って隣の部屋に逃げ込んだのが、しかも使用された形跡もあったとかなかったとか。ねえ、そういう話なんすよ。もうお分かりだろう。ちょ、シナさん、すごいなんか綺麗な方でしたね。今なんか一瞬素顔が見えた。ヤタガラスが隣の部屋に逃げたならば、隣の部屋にいたシーナ捜査官と鉢合わせになってしまう。シーナ捜査官がヤタガラスの姿を見ていないわけがないのだ。そうですよ。むしろ、まあ、ほんと奇跡的な偶然でね、奇跡的な偶然で入れ替わりで、来たっていう可能性も、まあ、一つあるかもしれないけど、それ、まあ、これはどういうことなの？さあ、説明してもらおうか。シーナ捜査官。あなたはなぜヤタガラスを見ていないのだろうか、その説明がつけられるでしょうか。怖い怖い。最初から隣の部屋にいたというのは嘘なのだろうか。あなたは三雲くんが、見たというコートを着て、ヤタガラスのふりをして三雲くんに自分を追いかけさせた。そのまま万人の執務室に入り、暖炉へ向かった。そして隣の部屋でコートを脱ぎ、シーナの姿に戻った。その後、シーナとして三雲くんを捕まえたというわけだ。ああ、一連の流れが説明できてしまいました。どうだろうか、異論があるなら答えたまえ。三雲ちゃんを疑っておいて、あんたが一番怪しいっす。ふっふっふ。あれ、いつの間にか、ロー捜査官がこちら側に。シーナ。くくくく。あれ、やばい。あは、あはは、あは、は、あはははは。あれ？あれ？この、あれ、カズラさん？え、カズラさんってことは、シーナさんが？この感じ触る笑い声、聞き覚えがあるわ。自分なんだか寒気がするっす。まさかあの女が、シーナお前、いつから？ごめんなさい、あまりにも面白かったから。え、ずっとカズラさんだったってこと？シーナさん。同一人物ってこと？面白いだと。私がヤタガラスなんて、ねえ、この国の検事は面白いことを言うわね。あなた笑ってごまかせるとでも言うの？ふふ、ごまかす、それはその検事の方でしょ。いや、あんたカズラさんがどうかはわからんが、あなたが先ほど話していたのは全て推測に過ぎない。ヤタガラスが暖炉を通った、そんな証拠どこにある？証拠がないのなら逃走経路の証明にはならないわ。証拠か。あれかな、なんか水利さんがなんか言おうとしたけど言わなかったことあったじゃないですか、前のパートでね。どうなんだろう、糸の子さんのコートにババルインクがついてたっていう、だそのそこをねちょっと汲み取りつつ、ひょっとしたらあなたのコートにもババルインクがついちゃってるんじゃないかというところで、先ほどまでと違っておしゃべりになったものだな。久しぶりに楽しくなってきたからね、本気を出そうと思っただけよ。国際警察に本気を出していただけるとは光栄なことだ。煽ってくる相手には煽りに行くスタイルですからね、三鶴木さん。私は甘くないわよ。ならこちらも相応の答えを示そうではないか。偽ヤタガラスさんよ。何？ザバールのダーロンである回転扉が使われたという証拠な。一発で決めたいな、ここは。使われたという証拠に関してはあるよね。だって。形跡があったからさ、使われた形跡が。
へえ、これが、ふさわしい答えなの？そうだと。ダミアン大使の証言によると、今朝この暖炉でマニーと一緒に書類を焼却していたということだ。ふーん。暖炉に残った燃えかす。それは本来この場所にあるはずだったけど、なかったんですよ。だから使われた、回転扉で使われてね。だが私たちが操作した時には、暖炉に燃えかすがなかったのだよ。使われたがゆえに反対側に移動したんだよ。掃除したんでしょう。それが何か問題ある？そんなね、こんな小忙しい時に、残念だが、ダミアン大使は掃除をし忘れている。そうだ、あの人はな、そういうことができない人なんだ。ではなぜ燃えかすが残ったのか、あ、で、燃えかすが消えたのか。答えは簡単だ。ヤタガラスが暖炉の回転扉を抜け道として使った時に、暖炉にあった燃えかすが隣の部屋に移ったのだ。暖炉に残っていたはずの燃えかす、それが移動していたことが証拠だ。笑われた。まさかの報復絶踏。何がおかしい？燃えかすが証拠？それが何の証拠になるというの？あなたまだ認めないつもり？当たり前でしょう。まあそうだ、まだ証拠としては薄いかもしれないね。ならばあなたの反証をお聞きしようではないか。副反証ね、まるでここが法廷のようね。私にとってはあの時の続きだと思ってるからな、カズラさん。何のこと言ってるのかわからないわね。しらばっくれやがる。僕は現場でも、法廷でも構わない。決着をつけようではないか。そうね。もう十分楽しんでは。そろそろ飽きてきちゃった。飽きてきちゃったらしいですよ。これで終わりにしましょう。このくだらない事件を。シーナの反証。あなたは暖炉の回転扉が使われたという証明をしただけ。私はヤタガラスが暖炉を通った証拠を出せと言ったの。暖炉の回転扉を使ったのが誰か、それを示す証拠を見せなさい。もっとも、ババル大使館は私たちが総出で捜索し終えている。マニの執務室からも怪しいものは何も見つからなかったわ。はあ、なるほど。さすがといったところか。なんか、完璧だった気がする。こちらに証拠が揃っていないことを見透かされるとはな。みこもちゃんどうしたっすか？さっきから黙りっぱなしっす。気分が悪いのなら、あとは私たちに任せて休みなさい。あ、優しい。優しいですね、めいちゃん。でも私。みこもくん、しっかりしたまえ。君はヤタガラスの二代目なのだろう。そうですよ。一条賢治が初代なのかな、ヤタガラス。まあ、そのね、一条を継いでるわけでしょう。貴族なんでしょう。真実を盗むということは、真実から目をそらさないということだ。君が追い求めた真実、最後まで見届けたまえ。剣さん、ヤタガラスならね、私、最後まで見届けるよ。だから、あんなやつ、やっつけちゃえ。任せたまえ。証拠がないのに。証拠がないのに。証拠がないのに、この勢いだけで乗り切ってみせようではないか。証拠なんて持ってないくせに、随分余裕があるみたいね。シーナ、俺はお前を信じている。だからお前を俺を信じさせてくれ。この勝負が全てを決めるわ。なんかシーナさんも覚悟を決めてる感じするな。もう私は逃げないみたいな 感じ。老捜査官には悪いが、彼女を見逃すわけにはいかない。それではシーナ捜査官、始めさせていただこうか。お好きにどうぞ。まあいろいろ話はまだついてないんだけど、アレバス側の事件の話とかさ、あなたは暖炉の回転扉が使われたという証明をしただけ。まあ、そういうことになるのかな。説明が足りないと言いたいようだな。自分が体を張って回転扉が通れるのを証明したっすよ。証明は完璧だったっすよ。あなたにはわからないかもね。あまり成長が見られないようだから まあ、変わってないかもしれないけど。いや、でもね、失礼っすよ、あんた。そうだよ。優秀ですよ、井手の子さんは、実際。老捜査官のあの、99人の捜査官の中でもね、指折りの、その点は、彼女に共感できなくもあれ。あなたも気づいているでしょう、私が言いたいこと。私は、ヤタガラスが暖炉を通った証拠を出せと言ったの。ヤタガラスが暖炉を通った証拠だと。そうよ、暖炉を通ったのがヤタガラスだって証明できる。
ヤタガラスが暖炉を通ったとかじゃなくて、あなたが暖炉を通ったことを証明すればいいんでしょう。ふぅ。あなたは暖炉を通ったのがヤタガラスじゃないと証明できる。あ、逆に。そんなもの、私がする必要ない。いやし。みくもくん、私のセリフを盗まないでくれたばい。まあ、みくもちゃんはね、まあまあ、ちょっと、つい黙っていられなくなって。彼女の相手は私に任せたまえ。君は見届けてくれればいい。随分と余裕ね。でも、証拠がないんじゃ意味がない。証拠か。どうなるんだろう、これ。暖炉の回転扉を使ったのか誰か、それを示す証拠を見せなさい。暖炉の中に、ヤタガラスの指紋が残ってるかもしれない。残念ね。とっくに鑑識に調べさせているわ。ダミアン大使やマニーコーチンの指紋が、見つかったくらいよ。ああ、そうか。さすがに証拠を簡単に残すわけないか。だがまだ見つかっていない証拠品があるはずなのだ。異論はないよ。まだ見つかっていない証拠。もっともババル大使館は私たちが総出で捜索し終えている。ババル大使館は国際捜査官が全て捜査し終えていると。いや、アレバストに入れなかった捜査員は大勢いたからね。全員でヤタガラスの手がかりを探していた。それにしては暖炉の燃えかすには気づいていなかったみたいね。あなたたちの捜査官のね、捜査なんて全然優秀じゃないんだよ。本当に伊藤のお子さん一人の方がよっぽど優秀だわ。マリーの隣の部屋であなたが捜査していたのでしょう。燃えかすになんて気づかなかった。ごめんなさいね。何、謝れば全部済むと思ってる。その感じ、シーナが謝る必要はね。部下のミスは全て俺のミスだ。俺が詫びを入れさせてもらって悪かった。まあ、ローさんがそこまで言うならな。なんかこの人って意外と悪いやつじゃないのかも。部下の代わりに頭を下げるなんて、いい上司だと思うっすよ。まるで、私が部下のために何もしていないような戦だな。給与査定考えることなの、これはな。給料がまた下がっていくぞ、これは。水利健一は尊敬できる人っす。ただちょっと厳しいだけで。それは君自身に問題があるからだろう。相変わらず厳しいですね。私はそんなに厳しいだろう。それでしいな。マリーの執務室からは何も見つかっていないのか。そうね。マリーの執務室からも怪しいものは何も見つからなかったわ。これはちょっと怪しい。本当に何も見つかっていないのだろうか。あ、ここでメモ帳出すのかな。ええ、特に怪しいものは見つからなかったわね。あなたたちも知っているように、ヤタガラスの鍵や密輸組織の書類なら見つけているけれど、結局ババルナイフの塚に合う刀身も見つかっていないわね。はあ、俺の部下たちが頑張って捜査してくれてんだ。これじゃ見つかるものなんてねえはずだろ。いやー、待ってくれ、ちょっと。老子曰く、人類皆兄弟、仲間とは家族なり。俺の部下は家族も同然、そして部下の家族も俺の家族だ。とんでもない大家族ね。そうですよ。老一族だな、本当に。だが、大家族の中に一人、ふさわしくない人間がいるようだな。まあだから、老さんがね、ここまで信頼しているにもかかわらず、それを裏切っている人物がいるということ。それはなんか逆に老捜査官に対しても、ちょっとなんか申し訳ない感じだよな、本当に。老捜査官の裏切りだと思わないのかね。じゃあどうすれば。焦ることはない。まずは国際捜査官の穴をつつかせてもらうとしよう。そうっすね。じゃあ、隠滅も可能だったのではないか？それを隠していた人物がいるのだからな。あの富士山を、あなた言ってないですよね。あの富士山、これ、これだ。違うのか。これじゃないのか。あれ、富士山の話してないじゃん、だって。そう。そうでしょ。信じられない。え、どれ？わかんねえ。え、じゃあ、
これワイヤーワイヤーか、あ、ワイヤーなのね。ふ、国際捜査官が総出で捜査をしたということだが、それにしては見落としたものがあったようだが、あら、心外ね。国際警察をバカにしてるの。ケンジさん、俺の部下たちが無能だとでも言いたいのか。あー、言いたいね、それはね。そんなつもりはないが、見落としがあったのは事実だ。このワイヤーを見ていただきたい。こんなワイヤー見つけれないとかどんななんだよ、ね、ワイヤー？それが何だってんだ。それは先ほど私たちがババル大使館で見つけたものだ。あの富士山の話とかも出てないしさ。しかもマニーの執務室にある置き時計の中で絡まっていたのだよ。それってマニーの殺害現場ではないの？これは何ですか？それだけではない。私たちはもう一つ重要な痕跡を見つけた。まだあるっていうか。マニーの執務室には、偽札が燃やされた跡があったのだ。あ、そうだった。これ言うの忘れてた。そうですよ。一番大事なこと。な、なんだと。ま、痕跡どうなんだろうね。